世界的な名優渡辺謙さんが、はい、いらっしゃるんですけど、うん、はい、彼がですね、はい、12月末で、はい、まあ、事務所を辞めて独立したんですね。おで、その独立の真相というお話をしたいと思っております。なんか裏があるんですね。裏があるんです。12月30日をもって、まあ、円満退社という形でですね、はい、まあ、渡辺さんその独立を発表したんですけども、はい、で、まあ、もともと渡辺さんってその経営ダッシュという大手芸能事務所に所属されていて、はいはい、それはゼロ2年から所属したんですね。2002年、はい、でゼロ2年まあ所属して、まあ、その後ですね、まあ、ラストサムライとかでハリウッド進出してということで、はいはい、まあ、ドカーンと剣渡辺みたいな感じで世界的な俳優になっていったという、まあ、経緯があってですね、はい、まあ、やっぱり経営ダッシュと渡辺さんというのはまあ結構蜜月というか、うん、切っても切れない仲だったんですよね、はい、ただそもそもその前から俳優はもちろん渡辺さんやっていて、経営ダッシュにまあ所属しなきゃいけない理由があったんじゃないかとも言われていたんですよ。しなきゃいけない理由、はい、で、まあ、K ダッシュというのは鎌浦さんという社長が、まあ、芸能界のトンの一人と言われていて君臨する、まあ、大手事務所ですね。鎌浦さんって僕の出身の学校の先輩なんですよ。先輩なんですね。先輩なんですよ。でその先輩っていうのがもう一人バーニングのスホーさんと、まあ、中高一貫校で、まあ、僕は中学から転校しちゃったんですけど、そう、そうだ、高橋秀樹さんとか結構まあこわもての人がむちゃくちゃ多いなんか格好で、その筋で、はい、なんか芸能界のドン的な人が多いだからいるんですね。実はもちろん渡辺さんは、まあ、結構その俳優時代結構スキャンダルがむちゃくちゃ多かったんですよね。そうでしたね。はい、でまずその1983年に一般女性と結婚してるんですよね、はい、でその人とはもう宗教も絡んだ泥沼離婚劇を繰り広げるんですね。で僕当時それ取材とかもしてたんですよ、はい、で要は話としてはですね、渡辺謙さんがまあ浮気をしてると、はい、ね、その若村さんという女優と分かる前に、はい、浮気してみたら、はい、まあ、噂があったりとかして、はい、で奥で、まあ、あと白血病という、もう病気もあったじゃないですか、はい、で奥さんがまあ悩んじゃって、はい、で釈尊会という宗教があるんですね、まあまあ、でそこに奥さんが傾倒していっちゃうんですよ。で高額献金をするというまあ問題があって、それがもう週刊誌沙汰になったりとかして、当時ねワイドショーでね、あのスキンヘッドのあれがでかい釈尊会の、そうだと思うんですね、あれか、あれで、その釈尊会のその教祖とその若者の前が結婚するとまた驚愕展開になったりとかして、すごいまあまあ世間を巻き込んだ泥沼不倫劇があったんですよね。でその釈尊会の小野健康さんという方が当時あの180キロと言われる巨漢の教祖の方だったんですね。でこの方もすごい人で、まあ、森喜朗のブレーンだって当時言われたんですね。制作指南をしていたみたいな、それ父親もすごい有名な霊能者だったんですよ、はい、で本人はそこまでなかったっていうのはまあ地元の評判だったんですが、人脈を作るのがうまいというか、プロデュース能力が高かったと、はい、で体中に肛門を書くという女性に対するイニシエーションがあるみたいな言葉が書かれたりとかしてありましたね。そうそうそう、僕らも当時取材してて、まあ、お母さんはやっぱりちょっと宗教の方にも傾倒して、ちょっと日々なんかマスクにサングラスかけてバックミラーをつけた自転車乗っちゃうみたいな、本当になんかちょっと追い込まれちゃったような精神状態になってしまっていて、うん、はい、でバックミラー、そう、まあ、自転車にバックミラーつけてみたいな感じになったりとかして、じゃあ作られてるんじゃないかみたいな、そう、まあ、マスコミのだから注目の関心になっちゃってたね、 あの時は、うん、そう、うん、僕はその時そのあんちゃんとかも、まあ、取材とかしたんですけど、まあ、直接できてないんですけど、やっぱ、まあ、あんちゃんはやっぱお母さん側についてバーとかでバイトしながら支えたりとかずっとしたんですよね。で、まあ、これも余談ですけどね、うん、その後それだけ不倫に苦しんでたのにね、自分も不倫されてたら非常になんかね、なんか僕も過去を知ると かわいそうだなとすごい思ったりもしたんですけどね、みんな思ってるから言わなくてでも、まあ、スキャンダルまみれのケンさんはやっぱり、まあ、スキャンダルのコントロールが上手い芸能事務所の存在が必要だったんじゃないかって言われてたんですね。で、まあ、K ダッシュという事務所に所属して、はいはい、まあ、あの裁判を経て奥さんともその離婚をして、はいはい、南果歩さんと結婚してというような流れがあってですね、やっぱり K ダッシュの力とか、まあ、あのコントロールですよね、うんうん、そうするとやっぱりそういう大きくはやっぱり、ね、うん、ワイドショーとか取り上げられなくなったんですね、うん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 、力が強いですね、芸能事務所に行けば、そう
守られると守られるということです。でも結局その南加穂さんとも離婚をしていくわけですよね。まあ、はい、まあ、なぜそれで今度独立するのかと、はいはいはい、でそこにやっぱ新しい女性の存在があると言われてるんですよ。おおで新しい女性と結婚するから、まあ、独立するんじゃないかというふうに言われていて、スポーツ紙がね、うん、年末年始かな、うんうんうん、結婚するんじゃないかっていう報道を入れてるんですよ。出してんですよね。なんでそれが独立するんですか。でまあ一つは、まあ、結婚するから、まあ、スキャンダルももうなくとなくなるだろうみたいな、まあ、考え方があるんじゃないかとかっていう話ありますね。ただ一方でちょっと懸念するのは、うん、結構私さんももう60代でいい年じゃないですか、はいはい、で結構おいらくの恋って、まあ、これもまたトラブルの要素になるじゃないですか、うん、まあ、例えば高橋とか屋敷高橋さんとか、まあ、ビートたけしさんとかそうですね。そうすると事務所がガタガタになる一つの理由になっていて、そういう意味でもケンさん大丈夫かなってはちょっと思ったりもするんですね。このタイミングで独立すると。ケンさんは全く新しい事務所を自分個人事務所で作る、まあおそらくそういう形になると思うんですけど、うん、そこに女性の影がどこまであるのかっていうのはですね非常に注目をしてるんですよね。なるほど。でその女性について実は詳しい人物がいましてです、ね、マジっすか、はい、いや詳しいっていうか、うん、だからその女性っていうのが、うん、ちょうど2017年に、うん、あの週刊文春がね、もともと南加穂さんと渡辺謙さんが離婚する原因になったのは、うん、渡辺さんがまあ、海外でね、はい、講演してた時に、うん、女性を部屋に連れ込んでて、うん、まあ、不倫してたんで、はい、っていうのが週刊文春で2017年放送されて、はい、実はその時の記事書いたのは僕なんです。ああそうなんです。そうでそれが、まあ、今回さっき言った新しい女性っていうのはその女性のことなんですよ、うんうん、その頃から、その頃から長いんですよね。でその時点でもう3年か確か4年か、うん、その時点で、うん、そのぐらい、まあ、交際し、まあ、不倫関係続けていて、でまあ南加穂さんが、まあ、例えばねニューヨークの一緒のマンションに、ニューヨークかなロスかな、うん、ケンさんと一緒にいて、はい、南加穂さんがこういなくなった時に、はい、その女性が入れ替わりでこう入ってくるとかね、うん、目の当たりにしてた。でそれを、まあ、あるルートからいろんな写真とかが、まあ、入手して、それで、まあ、不倫のことを報じたんですよね、うん、でその時に確かさっきの川村さん、うん、K ダッシュのね、うん、会長の話に戻るんですけど、うん、はい、その時にね女性誌のインタビューを川村さんが受けてるんですよ、うん、でその時に川村さんはもうねあんな苦労をねすることはないと、はい、背負うわけがないと、はい、渡辺さん かばってるわけですよね。あ、なるほど、うん、そんなことはないと言ってたんですけど、はい、まあ、後に渡辺さんが、まあ、会見でね、はい、まあ、記事に書かれてることはほぼほぼ事実ですと、まあ、いうふうに言って、まあ、彼も、まあね、すごい堂々としてね、うん、まあ、会見したという、はい、でその女性が、まあ、今回もしかしたら結婚するんじゃないかという女性なんだということですよね、うん、すごい長いわけ、長いんですよね。2017年の記事では、はい、ジュエリーデザイナーの A 子さんっていうふうに週刊文春では書いてんですよ、うん、でその A 子さんがどんな人なのかっていうのは、うん、